はい、どうも、ヨイフケです。61回から、なんか前回の終わりに言ったけども、この辺りからギャザーが増えるらしいですけど、上の方にあの中なんだっけ、浮島があるね。珍しくね、このプレイでは浮島少なかったですね。いや、多分これフロアの構造があの輪っかになってるやつだね。右からも左からも敵が来る感じですけど、これは結構判断に迷うところですけども、あえてもう総動員するっていう感じではないですよね。空間移動を使ってなんとかする気ですかね。なかなか難しい判断ですけども、うん、左にパコロッキン合わせて3体敵がいますね。で、右なんだ、右1体接近してきて、右の部屋にも敵がいますね。まあ、とりあえず、まあ、こういう風に、あの、浮島がたまにあるんですけど、まあ、こういう時は、まあ、階段そっちのけで、とりあえず浮島を目指すっていう感じですね。で、吹き飛ばしがないのかな？そしたらどうする気かな？閉じ込めるか。なるほどね。洞窟マムラ、閉じ込めると結構使いやすい敵なんですよね。それで、うん、はいはいはい、なるほど。左のもう一体敵かわしたいつもりですね。空間移動の壺の上に敵が今乗っかっちゃってますね。あと1、2、あと3ターン稼がないといけないので、うん、ここで止める気かな。うんだね、これ止めて、右のパクロプキーナが危険なので、ここで止めましたね。あともう一旦これで安全ですね。うん、なかなか難しい判断でしたね。まああれだね、多分これで、うん、うまくいった、いった危なかった。ここはかなり冷静だったね我ながら冷静だったね、これはね。で、吹き飛ばし手に入れて、で、上に1体、あ、これピキーナですね。で、これで、あ、安全だね。これほぼ安全だね。なんかこう、自分のプレイでこう、あれだね、拍手したくなるね。本当にこれ、僕がやってたのかなっていう。うまいことやったよね。食料も手に入ったしね。で、これ浮島ですね。このプレイ初めてだよね。あの、浮島は出るときはすっごいいっぱい出るんだよね。もう持ちきれないぐらいアイテムがね。で、ちなみにこう浮島にしたら小さいね。もっとね、10個ぐらいアイテムがあるようなやつとかね。すごいのがあるんですけどね。そういうのお見せできないって少し残念ですけどね。見るとこう、嬉しくなるんだけどね。でも、まあ、浮島のおかげでアイテム補充できて、やったなっていう感じのことはあるけど、まあ、そのおかげで打開できるとかっていうほど、まあ、あれだな、まあ、そういうことよりも、一回一回のこの、地味な選択の方が大事かなって気がするけどね。あ、でも、金縛り5回ありがたいですね。これ、あの、投擲合わせて12回分ですから、これは強いね。ここで、あの、閉じ込みも補充できたし、空間移動も補充できたし、いい感じですね。そうそう、ギャザーが増えるっていうんだけど、なんかで体感的にはよくわからないんだよね。どうなのかなっていう。まあ、そういうことよりもね、フロアの構造についてね、まあ、このプレイ、あの、では結構注意してるんですよ。ね、それがすごく大事な気がするから。で、あの、真相に行くとね、フロアの傾向変わるんだよね。そっちの方が注目だと思いますね。うん。で、だから、まあ、この辺りは、まあ、あんまり変わらないんだけど、で、相変わらず飛びつきは出てなくて、でもう諦めてるんですよね。もう、もう肝が座ってきて、あ、もう出ないんだろうみたいな感じで。どうせ出ないんだろうみたいな感じでね、もう飛びつきだといいなみたいなこと考えないでやってましたね。肝が座ってきましたね。はい、はい、こんな感じになってますね。
1死のあったかな回数、あと1回分あったような気がするけども、1死の1死のあるね。ここで階段の位置を右上ですね。今敵が密集してますね。まあこれはアイテムがあるところをだから上からですね、まあ見ていく感じかな。うん、さあこれはどうするのか。うん、これは回数の多い金縛りを使っていくかな。で、あの草見て、これはなんか壺と交換したいですよね。敵が入ってるやつがあるから。この草なんだろうね。でも目薬だったのじゃあ高飛びだったらまあ持っていくね。で、下から敵が接近してくるね。壺1個置いていこうと思ったけど、まあ捨てるぐらいだったらここで敵をせき止めるために使いたいなっていう感じですね。うん、この位置この位置、ここで投げるとせき止めることができますね。で、右に3体敵がいて、そいつを警戒してますね。でも下の方行ってくれましたけど、もう1体いるから。あ、ラッキーですね。ラッキーラッキー。まあ、ラッキーもあるからね。ラッキーあるよね。もし3体こっちの方に来てたら結構まずいことになったよね。そしたら、まあ敵を排除する方向で、まあ、火事を切る感じかな。これは、閉じ込めがたくさんある。今3つかな。まあ、場所変えと迷うけどな。まあ、閉じ込めましたね。うん。右の方にアイテムがあるので、補充できるので、まあ、使っていいかなっていうふうに思いましたかな。多分ね。まあ、アイテムを使った時に、その後、いくつ回収できるかとか考えて、アイテムを拾って使ったりしてます。だから、結構アイテムをこうバンバン使っていくんですけど、それはあの補充できること前提でやってるからですね。そういう考え方はやっぱ重要だよね。で、拾ったアイテムが即戦力になるんでね、なんかほんと変わったダンジョンですよね。で、下のアイテムも、あ、杖ですね。下に敵が1体いますね。これを金縛りか、金縛りを止めて早めに手を打った方が良かったよね。出口付近にアイテムがあるからね。杖なんかここに来て60階台に来てこう充実してきて戦力的にはいい感じですけど、やっぱりやっぱり飛びつきは来ないっていう、本当にもう諦めてるよな。見てる方としたら出てこいよって感じだけど。はいはいはい、これはこれはあれですね。あ、これ閉じ込めて、なんか部屋が集中してますね。これは中央に4つのパターンですかね。どうなってるかな。あ、違いますね。ただ密集してるだけか。上から敵2体いるので、これはせき止めたい。で、アイテムを拾って、目薬飲んじゃう。左からも抜けていって、まあ、回っていく感じかな。で、一死のが1回分あるんだけど、そこ上にあるアイテム拾ったらちょっと使うかな。こいつでやるか。で、これ最後の一死のなので、ちょっと階段見つけるの大変になりますね、これからね。はい、どこでしょうか。開幕部屋の上ですね。ちょっと戻る感じ。開幕、いや、この右の部屋だね。開幕部屋の上。で、あの、一死のした時に、マムルだと、これは結構溶かすのは簡単で、吹き飛ばしで倒せるので、マムルは、やりやすい敵でね、このダンジョンだとね。あと、攻撃力も結構高いんで、敵を倒させるには向くし、マムルはいい敵だよね。ギャザーはやりやすい、やりにくい敵だけど、その対極にいる感じだね。で、階段部屋ですね。うん。左のアイテム取れるか。敵はこの近辺いないから。お、いいですね、明かり。
かりはありがたい。閉じ込めと交換する気かな、たくさんあるから。はい、敵警戒してます。でもいないいない。あとなんかこう今こう見てみると、あの罠あまり見てないね、この回はね。これもなんか日を改めてやってたんだけども、1日に20回想ぐらいやってたのかな。 1日っていうか1回の収録でって感じかな。罠をあの、まあ、面倒になってるのかな。下にアイテムあるね。あんまり罠見てないですね。これあれかな、油断してるかもしれないね。これはちょっとこの油断はどっかで補正しないと大変なことになるかも。あ、上の方ですね。で、上から敵一体来るから、まあ、備えてますけども、ギャザーですね、まあ、ここで止めちゃってその間にアイテムを取る。いいですね、杖と巻物ありがたいね。これはいい。ギャザー退いたね。やっぱりこのなんか敵を持ってった方がいいんだよな。やっぱり何か入ってるやつあった方がいいですね。なんてこと考えてますね。もしあの何も入ってない閉じ込めばっかりだったら、これ退却しないといけなかったね。そこにあるあの通過ジャンプとかしないといけない感じだったから、やっぱり何か入ってるやつを極力持っていく。あの飛びつきがない以上を常になんかそういう風に対処できる方法を考えていくっていうのが大事ですね。飛びつきがあれば必ずしもこう携帯しなくていいんですが。で、階段そっちの左の方だね。で、よく見えに付け替えて次の階に行くと、はい、66階。これはマムルと場所変わって出路に行っても結局接敵されますね。だから腕もなんか投資につけ替える暇もないからバネを踏んだ方がいいかな。うん、まあ、バネがあるんだったらまあ比較的安全に抜けられるのでね。で、明かりを読んじゃうと、うん、右上ですね。ギャザーになんかこうあの1マスも開けずにぴったり背中をくっつけた状態であの逃げ回るっていうのはかなり危ないので、まあそれでなんか別のやつに倒されたみたいなことも確かあったと思うんで、だから警戒してますね。うん、ギャザーになんか追いかけられるっていうのはあんまり良くない。追いかけられるのであれば準備した方がいいから。で、はいはい、これはそこにある人命を排除しないといけないね。マスターチキンありますから、これで排除します。うん、割とやっぱ敵が密集していますけれども、上にいる敵が戻ってこなければいいですけど、いや戻ってきますかね。これは、あ、戻ってくるね。これはちょっと回避していく方向で。空間移動ですか。マムルは下がってね。うん、で、まだいる。上の方にまだいるから、うん、一体になったけど、あ、ギャザーか。これはそこの通路でうまく負ければいいけど、念のため空間移動を置いて、あ、いいですね、よかった。はい、これでいいかな。いや、来るね、もう一体。しつこい、しつこい。これは閉じ込めちゃった方がいいかな。これはも持ってこう、こいつは連れていく。こいつは連れていきます。で、アイテムを拾うと、
で、うん。まあ問題ないかな。閉じ込め2回とかでもいいかな。吹き飛ばしが3本あるんですね。結構こう溜まってきましたね。まあなんかなんだかんだ言ってこう、入手が容易ではあるよね。まあ金縛りにする感じかな。上からも敵が来るから、まあ、ここで金縛って、上からも敵来るね。そんで、はいはい、左下も詰まってるか。これは通過ジャンプも含めたい、含めて考えたいね。敵が、右下に集まってるっていうことは他のところが割と安全だと思うから、うん、敵は少ないから。通過ジャンプはでも敵に隣接した時に殴られるから、若干危険なんですが、うん、いいじゃないですか。下のアイテム取れますね。結構なんかこう見ると、あれだな。上から敵来ますね。それでどうするのか。はい。場所替えですか。箱閉じ込めちゃって、このフラの構造は輪っかになってるやつだから、2箇所金縛りしたから、これは面白いことになったね。うん。敵の移動がかなり妨げられて面白いですね。なんか結構遊んでますね。こう見るとね、やっぱり。かなり遊んでますね。これはなかなか面白いパターンだね。で、ちゃんと罠でも見てますね。さっき見てなかったけど、まあでかい部屋だから、うん、罠少なめですね。この階層罠少なめか。あと上にあるのかな。でまた通過で上の方にジャンプして飛んでいく感じですね。敵警戒して、うん、敵がなるべく通路にいるタイミングを狙って、うん、そろそろですね。でこれで飛ぶ感じです。うん、ここはどこですかね。あ、いい感じですね。なんかこう楽しくプレイしてますね。こう見ると。ジャンプすると結構楽しいんだよね。割と結構なんか思い通りに行くんだよな。本当にな。これは、明かりの巻物 の隣にギャザーっていう。これはちょっと後ろ髪を引かれるよな。でも階段は右の方だ。うん。ちょっとかなり、敵がめっちゃ密集してますけど、普通はもうこれアイテム置いてさっさと階段に行くんだが、こう戻ってくる。こう明かり取りたいんだね。明かり取れますか？どうですか？遊んでるよな。結構遊んでますね。楽しくなっちゃってんだねこれね。結構このダンジョンにも慣れてきて、こうなんだろう、こう自在に潜れるようになってきて、余裕も出てきて、うん、はい、敵は退いたけど、あとはこのダギャダギャンが、ダギャダギャンじゃなくて、なんていうんだっけこれ、名前分かりづらいんだよねこれね。名前適当だよね。まあこいつに限ったことじゃないけどさあ、これ取れるね。普通は諦めるパターンだったけど、2体いるとこどっかで失敗して殴られそうだね。明かりゲットしましたね。うん、先に行かせないと殴られるからね。で戻ってきちゃったぞ。戻ってきちゃいましたね。うん。敵の入った壺2個と場所が1回で明かりを取りましたね。明かりはそれほど重要なのだっていうことなのか、ちょっともう遊んでるだけなのか、
はい、でもまあいい感じでアイテムは揃ってる感じですね。で明かりが1個あるのでこれ読みたい。また嫌なところにこういるね。アイテム取れないじゃん人面はね。あ、中央の4部屋ですね。なんか久しぶりに見た気がしますね。そんなことないかな。とりあえずこれ閉じ込めて、そんでちょっと排除してさ、うん、ちょっとどかしちゃって、まあ草はともかく壺は欲しいよな。高飛びと、うん、閉じ込めね。あとこのパコロップキーナーとかをしたい。こいつはちょっと邪魔だから、うん、これは閉じ込め節約かな。金縛りにして、下がアイテムなしで池がある。あれはどうするかな。まあ歩っていく感じですね。うん、まあ通過ジャンプだと若干危ないかもしれないと思ったんだね。まあ、フロアが狭いから変なとこに着地して殴られたりするっていう、まあ、さっきのこのダゲダゲ案にね、だからだねきっとね。はい、今マップ確認してましたけども、あ、エラーが起きたんですね。と空間移動がフロアにこう ランダムに実はこうワープするんだよね。前もあったっけ、このプレイでは名前なかったと思うけど、だからエラーが起きるんですね。行ったことない部屋に空間移動が落ちてるとね。だからそういうことが起きてもいいように、黄色の光点と赤の光点がこう隣接してない時に空間移動を使います。はい、じゃあ今回は69回ですね。ここでやめようかな。じゃあ次回から、69回とかで70回台に入っていくわけなんですけども、この辺から真相になっていくんだよね。はい、というわけで。